こんにちは、紹介者です。はい、ピカチンキット、ですね、ご紹介できてないものがまだいくつかありまして、おもちゃショーでね、こう実際に並んでるやつを見てたら、あ、作んなきゃと、思ってね、コメント欄でもね、俺ロックとか、エアシューターやらないんですかっていう、コメントもいただきましたので、今回はこちら、エアシューター、08番ですね。はい、これもね、発売してからそんなに経ってないと思います。はい、この匂いをね、飛ばすアイテムなんですけれども、匂いを動画で伝えるってなかなか難しいなっていう風に思ってたらちょっと遅れちゃってね、まあ作ってレッツギュンギュンしてね匂いがどんな感じっていうのがね伝わればいいかなと思います。はい、ではね、パッケージ、好きな匂いをブレンドして飛ばせちゃう魔法の扇風機です。エアシューター、シューがね、臭いのシューになってるんでね。はーい、なんか匂い玉みたいの中にセットしてこう混ぜたりして、こう匂いをね飛ばすと、はい、これ確かギュン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 ってやるとこう匂いが前方に飛んでいくっていう、そんなアイテムですね。はい、テレビでアニメとかピカチンズとかでは臭いやつとかを入れたりとかね、してましたね。はい、中を開けるとこんな感じですね。ランナー、青いランナー1枚、赤い、あ、これでギア、今回もギアが結構入ってますね。パーツ数としては少なめかな。はい、これもすごく簡単に作れそうな気がします。あ、はい、羽がこんな感じなんですね。はい、柔らかい。さらに輪ゴムとか、あ、金属の、ピンらしきものが4本ぐらい入ってますね。あといつもの QR コードと、あ、これだ、香り玉が2種類ですね、付属しています。これは何の香りだったんだっけ。マリンとジャスミンだって。すごくいい香りしそうですね。な、すでに開封する前からね、鼻を近づけるといい匂いしますね。あとは取扱説明書とピカチンシートですね。はい、今回は匂いに敏感な生き物たちということで、人、犬、クマ、ゾウの、まあ、人の何倍敏感かみたいなことが書いてあります。これためになりますね。はい、カスタムの情報も今回もありますね。さあ、それでは早速作っていきましょう。本体内部の組み立てというところから始めていきます。ちなみにピカチン大百科に付属しているニッパーがね、だいぶ箱ぼれしてきましたね。もうずっと使ってますからね、これ。はい、でまだね、開けてないピカチン大百科の梅順バージョンあるから、そろそろなんか替え時かなっていう感じはしてきましたね。はい、機会があったらご紹介しようかなと思います。まあ、大人の私はね、これ全く使う必要ないんですけれども、アニメのエイジの再現でもありますからね。はい、その気分で作ってたりします。まずはこれとこれくっつけて、短い方の金属のシャフトを上から刺して奥まで差し込むそうです。よいしょ。で、一回取り外してこの位置に来ているか確認します。はい、来てますね。 OK。 そしたらシャフトを長い、長い、短いの順番で刺してって、このパーツを使ってシャフトを奥まで差し込みます。はい、こういうね、便利パーツがついてるとね、すごい楽でいいですよね。で、このパーツをここにくっつけて、赤いスイッチをここかな、ここにくっつけます。で、付属の一本の輪ゴムを、ここかな？よいしょ。はじめにつけとけばよかったかな。輪ゴムを、ここを通して、ここだそうです。よいしょ。はい。こんな感じですね。で、このパーツ、さっき使ったやつだね。これを使って、固定。こっちも輪ゴムを挟まないように注意してここに差し込みます。うお、はい、こんな感じだね。あー、なるほど。そしたらギアを組み立てて、ここだね、ここにセット。
最初に作ったギアをここにはめて、こことここにギアをくっつければ、おお、はい、これで本体内部が完成しました。すごーい、こんな感じになってるんですね。はい、では今度はシートの方に移りましょう。あとは本体を、閉めて、はい、プロペラを作ります。この赤いパーツと青いパーツのこう間に羽、柔らかい羽を挟んで押し込んでいくと、お、平らだった羽が、おわ、角度がついた。わ、すごいこれちょっと感動しますね。なるほどね、よくできてますねこれ。そしたら本体のここにプロペラを合体、これと香り玉を入れるケースをとりあえず何も入ってない状態で作って、ここにセットすれば、はい、エアーシューター完成しました。イエーイ。おー、面白そう。なかなか個性的な見た目ですよね。グリップがあって、そこに人差し指に来るところにトリガーがあって、で、ここ上の方にプロペラ、このスイッチ、赤いスイッチを押すことで、おー、レッツギュンギュンって匂いを飛ばす、このプロペラが回る仕組みですね。はい。さっきゴムがね、中に入っていたので、スイッチを離せば、スイッチが元に戻るようになっています。で、スイッチを押すことで、中のいくつものギアが回転して、プロペラの羽が回るということで、こう、引いた時の重みというか、このギアが回転しているような感じ、ちょっと重みがあってね、気持ちいい感じですね。あ、っていうかもう風がすごい来て、これ匂いがなくても、よくある手動の扇風機として、はい、この夏場とかね、すごく重宝するんじゃないかなと思います。はい、ちょっと疲れちゃうかもしれませんけどね、ちょっとした涼しい風を浴びたい時にはいいですね。はい、ということで、ポイントここですね。この中、ケースの中にちょっと開けましょうか。ケース自体ね、こう表面裏面、匂いが出やすいように、穴がいくつも開いていて、蓋を開けるとこのように、大きく3種類の香りを入れるようになっています。1箇所は5個のポケットで構成されています。まあ同じ匂いを入れればいいですし、まあ混ぜたかったら混ぜてもいいですね。で、こことここを使って、2種類の、香りを入れて、これだと1種類の匂いが飛んで、ここまで、スライドさせると、この2個の香りが同時に来ますので、混ぜることができる。で、さらにこれ逆にも入れられますので、こっち側にセットした3つ目の香りを嗅ぐこともできますし、こう真ん中と混ぜることもできる。これよくできてますよね。あ、こっから先はね、抜けないようになってます。必ず下から抜くような仕組みですね。はい。とてもね、構造的にはシンプル。で、これ中に匂いを詰めて、こう、レッツギュンギュンって言いながら、このように、トリガーを引くと。さあ、どれぐらい香りが飛んでくるんですかね。じゃあ、香り玉入れていこう。こっちがマリンの香りだね。青い方。はい。香り玉を、はい、一番端っこのここに入れていきましょう。多分いろんなポケットに入れた方が広範囲に行きそうな気がしますよね。混ぜたりもしたいから真ん中のポケットに、ジャスミンの香り、この緑色のね、香り玉を入れたいと思います。ちなみにね、これ説明書によると使い終わったら再び、この中に入れて、セロテープで、密封して、光の当たらないところで保管しておくことで何度も繰り返し使えるそうです。マリン、ジャスミンの順番で香り玉をセットして蓋を閉めます。ケースをエアシューターにセットして、まずは一つでは風が分かりやすいようにティッシュペーパーをくっつけて、レッツギュンギュン。あー、
おお、風はすごい。あ、なんかもっと強い香りが来るのかなと思ったけど、ほんのり香るぐらいかな。ちょっと遠いからかな。あー、鼻の前で回せば結構来るけど、なんかどぎつい感じではなかった。なんか思った以上にほのかな香りっていう感じがしますね。あー、いい香り。ちょっと反対側も嗅いでみたいですね。レッツギュンギュン。あー、全然違う。あー、どっちもね、ほのかないい香りがしますね。おー、じゃあジャスミンとマリンを混ぜてみましょう。レッツギュンギュン。あー、また違った感じだけど、これも嫌な香りじゃないね。すごいやっぱいい香り、ほのかに香る。意外と紹介じゃこういう匂い苦手なんですけど、あのトイレの芳香剤とかさ、なんかきつそうな、あの車のね、あの芳香剤とかさ、あんまりね、うわっき、結構うわってなることがあるんですけど、これいい感じ。混ぜてもすごくいい香りですね。あ、しかもね、この部屋照明焚くと暑いんだよね。今エアコン止めてるし。いやー、涼しい涼しい。これはやっぱね、気軽に風が作れますので、ちょっとね、カバンの中に刺っていただくと、ちょっとしたね、暑さ対策になるかもしれません。楽しいしね。はーい。いいですね。はい、ということで今回はピカチンキットの08エアシューターをご紹介いたしました。ポケットにはまだ空きがありますのでね。これ香り玉って多分売ってるよね、いろんな匂いね。昔匂い玉とか言ったかな、小さい頃。付属のもの以外のものをね、セットしていろいろ混ぜたり、楽しんだりするといいんじゃないかなと思います。ということで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画の評価、コメント、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。以上、紹介者でした。バイバーイ。レッツギュンギュン。